であるミホトレーニングセンター所属で現在はフリー。父は元 J.R. 駅種の横山富夫、兄も元 J.R. 駅種の横山が一。長男の横山和夫、三男の横山武氏はともに J.R. 駅種。さらに叔父に元 J.R. 駅長教師の奥平正まがおり、身内に競馬関係者が多数存在する中で育つ。その他義弟に。 元 JRA 騎手、JRA 長教師の菊澤隆則が、おいに JRA 騎手の菊澤和樹がいる。なお、競馬新聞では、デビュー当時は横山雄一と、現在は横山龍と及び息子の数を武士と区別するため、横山店と表記されている。1986年3月1日、中山競馬第二競争でデビュー。初勝利は、 同年4月29日の東京競馬第12、競争のキオイゴッド。デビュー年は8勝と振るわなかったが、翌年は31勝を挙げる。3年目の1988年には、ウィンターステークスでソダカザ山に起乗し、重賞初制覇。1990年には、競泳タップでエリザベス女王杯を制し初めての GI タイトルを獲得。 1991年にはメジロライアンとのコンビで宝塚記念を制する。その後も着実に勝ち星を積み重ね、1995年には自身初の年間130勝を達成。初めての関東リーディングジョッキーとなる。この年のマイルチャンピオンシップではドロットサンダーに起乗し3つ目の GI タイトルを獲得。また、 12月のワールドスーパージョッキーズシリーズで4、戦中3勝という離れ技を見せ初出場にして優勝を成し遂げる。1996年は同年に引退した小島太志に代わり桜ローレルの主戦騎手となり、同馬で天皇賞、有馬記念を優勝。他にもトロットサンダーで安田記念を制したほか、砂の女王と呼ばれた北斗ベガの暗城を務め川崎記念。 フェブラリーステークス、帝王賞などの地方交流、ダート重賞を制した。1997年はドバイワールドカップで北とベガに起場したが、落馬して競争中止。同馬は予後不良となってしまう。しかし同年の秋、待機シャトルとのコンビでスワンステークスとマイルチャンピオンシップを制した。これは主戦騎手の岡部幸男が、 新コーキングとのコンビでマイルチャンピオンシップに出走するために代打起乗したものであった。1998年にはセウンスカイとのコンビでサツキ賞、キッカ賞を逃げ切ったほか、秋に起乗停止処分を受けた竹豊の代わりにエアグルーブに起乗した。以後はブラックホークとのコンビでスプリンターズステークスと安田記念に勝利し、シンボリーンデ NHK マイルカップを ベジロベリーで朝日杯三歳ステークスを制した。2004年には天皇賞においてイングランディ入れに帰場し、単勝10番人気の低評価ながら大逃げを打ち、日着に七馬審査をつけ優勝。2005年11月5日には東京競馬の第2競争で通算1600勝を達成すると、第7競争まで6連勝し、JRA の連続試行競争連続勝利の 新記録を達成した。なお、この日の騎乗馬はすべて3着以内で馬券に絡んでいる。2007年10月26日に発表された JRA 競馬学校機課程二27期生の合格者の中に和夫が合格していたことが明らかになった。11月17日には東京スポーツ杯二歳ステークスを不再地や相とに騎乗して制し、 この勝利と同時に4年連続自身8度目となる JRA 年間100勝を達成した。2008年は6月15日の第25回エプソムカップでこの年の重賞6勝目を記録。これが JRA 重賞競争通算100勝目となるメモリアル勝利ともなった。2009年2月7日の小倉大商店をサンライズマックスで制覇。これにより 新潟競馬場を残し、JRA 全十競馬場重賞制覇に王手をかけた。同年3月1日の中山記念をカンパニーで連覇を果たすと、翌週の3月7日にはアーバニティでオーシャンステークスを制覇。さらにその翌日もロジーユニバースで弥生賞を制覇。その翌週の中山ヒン馬ステークスではトップハンデを背負った大ョ賞馬キス・トヘブンに起乗。 このレースで引退、繁殖入りが決まっていた同馬を勝利に導き、優秀の美を飾らせる。横山の博は、自身初の4連続の重賞勝,勝利となった。第76回東京優秀の表彰式にて、左から、内閣総理大臣、麻生太郎、勝利騎手の横山の博、JRA イメージキャラクターの俳優、佐藤光一同年5月31日の日本、ダービーを、 ロジユニバースで優勝、デビュー24年目、15回目のダービー挑戦にして、悲願のダービー制覇を達成し、ついに、ダービージョッキーの称号を手にした。なお、ミホ所属の騎手による、ダービー優勝は1997年の大西、直お以来12年ぶりのことである。また、2006年12月の大西の引退以来、ミホ所属のダービージョッキーが不在という、 三保所属騎手の暗黒時代が続いていたが、横山がそれに、ひとまずのピリオドを打つことともなった。同年7月18日、札幌競馬場、第12競争の3歳、以上500万下で次のブレードに騎乗し、勝利。史上5人目となる2 0勝を達成した。同年の11月1日の天皇賞では、カンパニーと共に GI 制覇を果たし、横山は、 秋の天皇賞を20度目の挑戦にして初の勝利を果たした。8歳馬による平地競争の GI 競争制覇は JRA では史上初となり2008年の中山記念からコンビを組んでいた横山自身も人間の想像を超えた馬とカンパニーを称えた。その後、カンパニーの引退レースとなったマイルチャンピオンシップでも一番人気に応え勝利した。 12月にはワールドスーパージョッキーズシリーズで、1995年以来、自身2度目の優勝を果たす。有馬記念では2冠ヒンバブエノビスタの騎乗を任され、初騎乗で、今までと違う騎乗を求められていた横山は、今まで見せたことのない先行作に出るが惜しくも2着となった。2009年の横山は2年連続となる重賞を2桁勝利、 日本ダービーを含めた3つの GI 制覇、2000勝達成、ワールドスーパージョッキーズシリーズ優勝などの顕著な活躍が認められ、2009年度の東京競馬記者クラブ賞特別賞を受賞した。2010年には4週連続重賞価値を記録した。その後も早いペースで重賞勝利を積み重ねていき、5月16日の G1 レース。 ビクトリアマイルで2010年の重賞10勝目を挙げ、2008年から3年連続となる重賞2桁勝利を果たした。なお、過去最速は1998年10月11日に、セ英ブンスカイで勝利した京都大賞店での10勝目だった。ため、約5ヶ月早い上半期での重賞2桁勝利となった。さらに翌週の G1 優秀品馬でも一着、着ながら勝利したが、 この勝利は、優秀品馬史上初となる、不思議主制覇でもあった。同年9月26日の中山競馬場、第三競争で、落馬不詳死刑髄損傷、頭蓋骨骨折の重傷を負い、当初は、機種生命の危機にさらされていたが、1ヶ月後の10月27日には、美穂トレーニングセンターに姿を現し、当日対面した竹豊が、 自身のホームページでジャパンカップあたりでは馬に乗っていそうと述べるほどの回復を見せ、11月13日に復帰を果たした。こうしたアクシデントなどによる長期間のブランクに見舞われながらも、この年は120勝を挙げ、自身初の中央競馬全国リーディングジョッキーに輝いたものの、JRA 賞最多勝力種の受賞は内田博之に譲る結果となった。これは、 地方競馬との指定交流競争を含めた場合、内田が125勝、横山が121勝となったためである。JRA 賞は、JRA 賞最高勝率騎手を受賞した。JRA のみの算出では、勝利数、勝率、最多賞金獲得3部門で1位となっており、2013年のルール改定が適用されていれば、JRA 賞騎手対象の対象となった。 2013年の夏競馬は、例年起乗していた、北海道シリーズではなく福島、新潟で起乗。夏の福島開催ではリーディングに輝いた。第81回東京優勝を、ワン,アンドオンリー号で優勝。ゼッケン13番の競争馬は、エビナ・マサヨシアンのイスラボニータ号2014年は7年ぶりの、対乱競馬となった5月の日本ダービーで、 ワンアンドオンリーに起乗して自身二度目の制覇を達成。ワンアンドオンリーの父は2004年のダービーで自身が起乗して二着に敗れたハーツクライであり、その父と同じく橋口孝二郎長教師の管理場で同志は通算20回目の挑戦で初のダービー制覇を果たした。対乱に訪れた皇太子なる人新郎と横山とワンアンドオンリーは誕生日が同じである。 12月6日、第48回ステイヤーズ・ステークスにて、デスペラードに起場し、同レース連覇を達成。同レース現役最多記録をさらに伸ばし、歴代2位体の5勝目となる。2016年9月4日、第52回新潟記念を、アデイン・ザ・ライフで勝利。これで、安田富夫元騎手、竹豊騎手、藤田真二元騎手に次いで、 中央競馬史上4人目の JRA 全10馬重賞制覇を達成。30年6ヶ月4日での達成は安田富夫元騎士を上回る最長キャリアでの達成である。2017年7月30日、第65回クイーンステークスをアエロリットで勝利。これにより、現行の JRA 北海道重賞8競争を完全制覇。史上初の快挙となった。 なお、本節における客中のないレース結果や起場は、勝利数の情報については、JRA ホームページ及び競馬4期法1986年統合2015年秋号の情報に基づいている。本節は JRA ホームページ及び競馬4期法1986年統合2015年秋号の情報に基づく。 通算勝利数には障害競争一勝を含む2014年9月22日現在 JRA27 勝交流7勝ありがとうございます